おはようございます。ももチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は今年最後のユリが咲いてくれましたのでお届けしたいと思います。こちらは鹿の子ユリになります。ユリの中でも最も遅い8月に咲くユリになります。昨年秋に定植しました。定植動画は2023年の12月23日付でお届けさせていただきましたので、よろしければご覧になってください。鹿の子ユリは日本原産のユリで四国九州に分布しています。古くから観賞用ユリとして親しまれてきました。こちらのプランターには2球植えてあります。本来ならもう少し日陰に植えた方がいいんですけれども、スペース的な問題で日向になってしまいました。少しこのように今年の猛暑で葉焼けをしています。なかなかつぼみが出ませんでしたので今年の開花は諦めていましたが、このように見事に咲いてくれました。正面から見ると山ユリの小型タイプのような感じがします。日本原産ですのでとても育てやすく、それほど管理は難しくないと思います。葉っぱの出方を見ます。左右両方に対になって葉っぱが出てます。これが鹿の子ユリの特徴になります。葉っぱはカサブランカの葉っぱによく似てると思います。ムカゴはつかないようです。鹿の子ユリの育て方をおさらいとしてお話しさせていただきます。鹿の子ユリは日陰を好み、強すぎる日光は植物の花や全体の品質を損なう可能性があります。やはりこのように葉焼けをしてしまいました。そして湿度の高い温帯地域に生息し、湿った環境を好みます。株元にマルチングなどを夏場はするといいと思います。用土は湿潤でわずかに酸性があり、有機質が豊富なところが適しています。連作障害があるので同じ場所で育てる場合、花の品質を大幅に低下させることがあります。地植えの場合は移植し、鉢植えの場合は新しい状態で植え替えるようにしてください。そして冬越しですが、球根は凍結するような低温には強くありませんので、球根は秋に収穫し保管する必要があります。寒い地域では掘り上げて球根を保管した方がいいようです。そしてこちらの鹿の子ユリはプランター栽培をしてますので、花が終わり冬前に株が枯れましたら掘り上げて再び新しいプランターに定植していきたいと思います。またその様子も追って動画としてお届けできればと思っています。今回は最後に咲きました鹿の子ユリについて、育て方のおさらいも含めてお話しさせていただきました。チャンネル登録そして高評価をしていただければ励みになります。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。